ベルグレービアはバッキンガム宮殿の西側、ハイドパークの南側に位置する。ベルグレービアはセントラルロンドンの一地区で、ウェストエンドロンドンのシティオブウェストミンスターとケンジントンチェルシー区にまたがった場所にある地区。ベルグレービアは超高級住宅街として知られており、世界で最も豊かな地区の一つである。グローブナーエステートとして知られる一帯は、 現在でもウェストミンスター公爵による家族経営の不動産会社、グローブナーグループによってそのほとんどが保有されている。この地区は公爵が保有する社員の一つ、ベルグレーブ支社役にその名をちなんでいる。1967年に出された不動産人爵権改革法がもとで、これらの辞書の自由保有権は多くがかつての曲がり人に売却されることになった。地区は バッキンガム宮殿の南西に位置している。名目上その境界線は、北側はナイツブリッジ、東側はグローブナープレイスとバッキンガムパレスロード、南側はピムリコロード、西側はスローンストリートとされている。アッパーベルグレーブストリート、ベルグレービアこの地区の名前は、ウェストミンスター公爵が保有する爵位の一つ、ベルグレーブ爵にちなんだものである。 チェシャーにある村、ベルグレーブは、公爵家、グローブナー家の主な邸宅であるイートンホールから2マイルの場所にある。地区の大半は、もともとリチャード・グローブナーが保有していたもので、彼は1820年代からこの開発に乗り出した。トーマス・キュービットが土建業者の中心として開発に参加している。ベルグレービアは、白い漆喰壁の家に付けられたグランドテラスが特徴で、 その中でもベルグレーブスクエアやイートンスクエアが有名である。また、開発当初からロンドン中で最も高級な住宅街の一つとして知られている。上流階級向けにデザインされた建物には小売業の機関店やスタジオも入居し、フィリップ・トレーシー、ドナイダ、ジェニー・パッカム、ヒーミカなどが店を出している。ベルグレービアの南端はピムリコロードで仕切られ、 一風変わったアンティークショップやアーサーブレッドが手掛けたブランドなどの高級家具、内装ショールームが立ち並んでいる。賑やかな商店や巨大な現代的オフィス街、ホテルや娯楽施設がある周囲の地区と比べても、ロンドン中心部にしては比較的歓声な地区である。大使館も数多く存在し、特にベルグレーブスクエアに集中している。第二次世界大戦後、 巨大な邸宅の一部は、共振や上流階級の住宅やタウンハウスではなくなったが、一方で、その新規利用は、大使館やチャリティ事業の本部、専門学会など、特定の業種に限定された。21世紀初頭には、これらの邸宅の一部が、再び住居利用されるようになったが、これには、戦後すぐと比べて古い邸宅にオフィスを構える魅力が、薄れたことや、 ロンドン在住の超富裕層が1939年以来最高の水準にまで増えたことが理由として挙げられる。ベルグレービアの平均的な住宅価格は2010年3月時点で660万ポンドだったが、地区には1軒で実に1億ポンド、1平方フィートあたり4671ポンドの価値がある邸宅も数多くあり、これらは世界中で最も高額な住宅でもある。 2013年の段階でベルグレービアの住宅用不動産は出身国やその他の世界各地に他にも高級住宅を保有しているような海外の富裕層によって保有されているものも多かった。このため持ち主が海外不動産に今日置いているなどの理由で空き家になっている不動産も多い。この現状は地域の近所付き合いを減少させる一端となっている。 ベルグレービアの地図。中央で緑色になっている部分がベルグレーブ・スクエアである英国精神科医学会の旧所在地、ベルグレーブ・スクエアベルグレーブ・スクエアは19世紀に作られた外区として最大かつ最も壮大なもので、ベルグレービア地区の中心でもある。広場は地区開発に携わったトーマス・キュービットが当時の第二大グローブナー伯爵、後の初代ウェストミンスター公爵、 ロバート・グローブナーの依頼を受け、1820年代に建設したものである。周辺の邸宅は、ほとんどが1840年までに入居者で占められた。元々の計画では、4つのテラスに、それぞれ白い漆喰壁の家が11軒、南西のテラスにだけ12軒並ぶというデザインだった。また私有のセントラルガーデンがついた独立した邸宅が3つの角に作られた。 番地のナンバリングは、北から半時計回りに行われる。北西のテラスには1番地から11番地、西角の邸宅には12番地、南西のテラスには13番地から23番地、南角の邸宅には24番地、南東のテラスには25番地から36番地、東角の邸宅には37番地、北東のテラスには38番地から48番地が、 割り当てられている。最初の建築にやや遅れをとる形で、北側の角に独立した邸宅が建てられ、これに49番地が割り当てられた。これは1851年にキュービットがシドニー・ハーバートのために建てたものである。テラスはジョージ・バーセビによってデザインされた。四角に建てられた邸宅の中で最大の東角にあるシーフォードハウスは、 フィリップ・ハードウィックによってデザインされ、西角にある邸宅は、ロバート・スマークによって設計された。この四角い額には、クリストファー・コロンブスや、シモン・ボリバル、ホセ・デ・サン・マルティン、エンリケ公会王子、初代ウェストメンスター公爵の像や、建築家、ジョージ・バーセビの胸像、さらに、イタリア出身の彫刻師、エンツォ・プラツォッタによる彫刻オマージュツー・レオナルド、 ザビトルービアンマンなどが設置されている。1827年の聖ペトロ協会イートンスクエア現在の聖ペトロ協会イートンスクエアはウェストミンスター公爵家グローブナー家によって建てられた3つのガーデンスクエアの1つである。この名前はグローブナー家の主な邸宅であるイートンホールにあるチェシャーのイートン荘園に由来する。イートンスクエアは 地域の中心的なベルグレーブスクエアより大きく、そしてやや質素である。どちらも工述するチェスタースクエアよりは大きく華麗である。最初の区画は1827年にトーマスキュービットによって設計された。イートンスクエアの住宅は米三つ分の大きさがある巨大な建物である。古典的様式の規則正しいテラスがつながれており、4階。 もしくは5階建てになっている建物には屋根裏や地下室、旧車を改造したアパートなどが隠されている。このスクエアはロンドン最大のスクエアの一つでキングスロードから東へ続く道路としてのイートンスクエアなどで6つのコンパートメントに分けられている。イートンスクエアは地区の主要道路でもあり、現在は交通量も多い。東西に走るこの道路が長畜上を分断し、 南北に走る小さな2本の道路がさらにスクエアを分けている。スクエアの住宅はほとんどが白い漆喰壁だが、いくつかの住宅は電ガ壁となっている。第二次世界大戦前、イートンスクエアは確かに上流階級の居住地だったが、ロンドン一豊かな人物が居住するメイフェアやベルグレービアの他地区ほどの高級住宅街ではなかった。戦後、 戦術の土地は主に商業施設や学会本部としての利用へ転換されたが、イートンスクエアはそのほとんどが住居用として維持され、この結果最も高級な住宅街にまで登り詰めた。1950年代の数年間に85番地から87番地はロンドンカウンティカウンシルによる女子用収容所として使われ、街角に生活する150人前後の女子がここに、 宿泊させられた。いくつかの住宅は、現在も分割されずに使われているが、スクエアの建物の多くは、グローブナーエステートによって分割されて、フラットやメゾネットとして用いられている。これらの多くは、元々の住宅を一つ以上横断するように側面で分割され、その改修には数百万ポンドがかけられた。スクエアの外像は建設当時そのままに残され、 現代帳の建物は一つとして割り込んでいない。スクエアの自由保有権は、そのほとんどすべてを現在でも、グローブナーグループが保有しており、ジェラルド・グローブナーは、ロンドンにおける、自身の邸宅をこの一角に置いていた。また彼の先代であるロバート・グローブナーが1920年代に、屋敷を売り払うまでは、公尺家のロンドンでの邸宅は華麗で独立した、タウンハウス、グローブナーハウスだった。 現在建物は取り壊され、パークレーンの屋敷跡地には、グローブナーハウスホテルが建てられている。スクエアの東端は聖ペトル教会である。イングランド国教会に属する、この教会は古典的様式で建てられた巨大な建物で、6本の柱がついたヨニア式ポルチコ屋と境内が有名である。設計はヘンリー・ヘイク・ウィルが行い、建設は イートンスクエアの最初の改修が行われていた1824年から1827年にかけて行われた。アッパーベルグレーブストリートは幅が広い一方通行の通りで住居用に用いられており、白い漆喰塗りの印象的な壁が美しい。通りはベルグレーブスクエアの南東角からイートンスクエアの北東角までつながる。通りは特に高級で人気の高い場所で、 世界で最も高級な邸宅のうちいくつかはこの通りに建てられている。また、イートンスクエアにある邸宅以上の大邸宅もいくつか存在する。住宅のほとんどは現在フラットへ分割され、平方フィートあたり3500ポンドで購入することができる。建物の多くはトーマスキュービットによって1820年代から1830年代に建設されたものである。 13番地は、イギリス王ウィリアム4世の諸子のために作られた。詩人であるアルフレッド・テニスンは、1880年から1881年に、かけて9番地に居住していた。また、作家、銀行家、経済学者として活動したウォルター・バージョットは、同じ時期に12番地に居住している。ベルグレーブ・スクエアとの角に当たる36番地は、 ベルギー大使皇帝として用いられている。チェスタースクエアチェスタースクエアはより小さい住居用のガーデンスクエアでグローブナーケによって建てられた3つのガーデンスクエアのうち最後に完成したものである。この名前は公爵家の居宅であるイートンホールに近い町チェスターから取られている。公爵家のメンバーはチェスター選挙区代表の国会議員を務めていた。 1.5エーカーの庭には、池垣用の低木や草が植えられている。1997年には改装工事が行われ、1867年に英国陸地測量局が制作した地図通りの設計が取り戻された。かつての住民には、2番地に住んでいた詩人のマシュー・アーノルド、24番地に住んでいた作家のメアリー・シェリー、72番地に住んでいた医師のジョン・リデル、 73番地に住んでいた英国首相、マーガレット・サッチャー、英国に亡命し1940年から1945年まで77番地に住んでいたオランダ女王、ウィルヘルミナなどが挙げられる。ウィルトン・クレセント。奥の旗が掛けられている部分がシンガポール大使館である。ウィルトン・クレセントはベルグレーブ・スクエアの北西にある三日月城の通りである。 ベルグレービア開発を目的とし1821年に作られたワイアット計画に基づいてグローブナー家の辞書を測量しトーマス・カンディ2世によって作られた。この名前は初代ウェストミンスター公爵の次男第二代ウィルトン伯爵にちなんで付けられた。また通りは1825年にウィリアム・ハワード・セース・スミスによって作られた。 19世紀から20世紀にかけて、この場所は、英国の高位な警察官、大使、公務員の住宅として用いられていた。ビクトリア女王の彦にあたる、初代マウントバッテン・オブ・ビルマ伯爵、ルイス・マウントバッテンは、長年ウィルトン・クレセント2番地に居住していた。今日では、この場所に、彼の家だったことを示すブループラークが設置されている。ベルグレービアの多畜同様、 ウィルトン・クレセントも白い壁の住宅に付けられたグランドテラスが特徴である。また住宅は通りに沿って三日月状に作られ、通りのほとんど、特にクレセント南側には漆喰壁のバルコニーが付けられている。クレセント北側の住宅は石造りで覆われた5階建ての建物だが、これらは1908年から1912年の間に表層修理されている。 住宅の大半はもともと漆喰壁で作られたものだが、改装工事が行われた期間に、いくつかの住宅は、石造りの壁に変更された。他の家には、黒い鉄製のバルコーニーが付けられている。この通りには、ルクセンブルクシンガポールが大使館を置いている。ウィルトンクレセントは、ラウンズスクエア並びにラウンズストリートの東に位置し、ベルグレーブスクエアの北西にあたる。 また、ウィルトンプレイスを抜けて、ナイツブリッジの主要道路に出ることができる。また、東側ではベルギー大使館がある、グローブナークレセントに隣接している。さらに東側には、バッキンガム宮殿がある。ジョージ・バーナード賞による議局、バーバラ少佐では、レディ・ブリトマートの自宅として、ウィルトン・クレセントが登場する。2007年には、ロンドン庭園協会によって、クレセントの中腹部にある、 ウィルトンガーデンに銅メダルが与えられた。ラウンズスクエアに入る部分のラウンズストリートラウンズスクエアはベルグレービアの立ち区同様白い漆喰壁のグランドテラスが特徴である。東側にはウィルトンクレセント、そしてベルグレーブスクエアが存在する。スクエアは西側のスローンストリートと平行に走り、北側には百貨店ハーベーニコルズ。 ナイツブリッジ駅などが存在する。この場所にも世界で最も高級な邸宅がいくつか存在する。ロシアの実業家ロマン・アブラモビッチは2008年にこのスクエアにある漆喰壁の住宅を2軒購入した。2つにつながれた住宅には8つのベッドルームがあり、購入当時で総額15億ポンドの価値があるとされている。スクエアにある住宅の多くは ジョージ・バーセビが設計したものである。ミック・ジャガーとジェームズ・フォックスは、スクエアにある、レナード・プラグの邸宅で、映画撮影を行ったことがある。また、イーカイ・ベンソンの小説ザ・カウンテス・オブ、ローンズ・スクエアではこの地区が、舞台に使われている。ロンドン地下鉄の最寄り駅は、ハイド・パーク・コーナー駅、ナイツ・ブリッジ駅、スローン・スクエア駅である。ナショナル・レールやチューブ、 長距離バスの乗り換え地点になっている、ビクトリア駅は地区の東側にある。セントラルロンドンの各地域へ向かうバスの定期運行便は、グローブナープレイスから発車している。アンソニート・トロロープが書いた小説、当世の生き方ザ・ウェイウィー・ライブ・ナウ、フィニアス・フィン、フィニアス・フィン、帰ってきたフィニアス・フィニアス・リダックス、ザ・プライム・ミニスター、ザ・デュークズ・チルドレンでは、19世紀のベルグレービアが、 詳細に描かれる。イーブリング王による小説、ブライズ・ヘッド・サイフォーでは、ベルグレー・ビアのポント・ストリートが、英国上流階級の得意な性格へ与えられた、エポニムだとされる。GK ・チェスタトンによる、ブラウン・シンプシリーズの短編、奇妙な足音ザクイア・フィートでは、大変上品な架空のホテル・バーノンが登場する。この作品は現在、ウィキペディア・コモンズや、ウィキソース英語版で読むことができる。 作者のチェスタトーンは、多くの作品で、ベルグレイビアによく似た環境をその舞台に、設定している。ナンシー・ミット・フォードの代表作ラブイン、エーコールド・クライメイトでは、ヒロインに、最良の人付き合いをさせようとするおばが、キープ・ハー・ノーズ・ファームリー・ツー・ポーン・ストリートと話す。チャウルズとのペンネームで書かれた作品、フランクイアンイア・ヤーン・やオア・ベルグレイビアン・モラルズは、雑誌、 パールで連載された作品の一つである。この雑誌は、ビクトリア町に発行された、ポルノ雑誌と伝わっている。1971年から1975年にかけて放送された、英国の人気テレビシリーズアップステアーズ、ダウンステアーズでは、リチャード・ベラミーの邸宅が、イートンプレイス165番地に設定された。実際のイートンプレイス65番地で外観の、 撮影が行われたが、この裁判地名を表す玄関柱の表示には位置の表記が書き足された。この作品は1903年から1930年を舞台にベラミーエや家庭内労働者の使用人たちの生活を描く作品でエドワード長時代の創造しさ、第一次世界大戦や戦後の1920年代、 1929年のウォール街大,大暴落世界恐慌も物語に登場する。2010年にはメインキャラクターの一人であるローズバックを取り上げ、1936年を舞台に彼女がホランド家に勤めるハウスキーパーとしてイートンプレイス165番地に戻ってくるとのミニシリーズが開始された。ITV で放送されたドラマダウントンアビーでは、 グランサム伯爵の妹であるレディ・ロザムンド・ペインズウィックがベルグレーブ・スクエアに住んでいる設定である。またレディ・ローズ・マクレアの恋人はピムリコにあるウォリック・スクエア在住とされ、伯爵の次女レディ・イーディス・クローリーはこの場所を活気のないベルグレービアと表現する。BBC で放送されたドラマシャーロック第2シーズン第1話ではベルグレービアの集軍と称して、 シャーロック・ホームズシリーズ最初の短編、ボヘミアの終文を下敷きにしたエピソードが放送された。この作品では、写真をもとに王室をねだるアイリーナ・アドラーが、ベルグレービア在住との設定で、彼女の邸宅の外観は、イートンスクエア44番地で撮影された。ウディアレンの映画、マッチポイントでは、裕福な実業家の娘であるクロエ・ヒュイットが、主人公のクリス・ウィルトンに、 自分がベルグレービアで育ったことを告げるシーンがある。セイミカエル協会、ベルグレービア過去にこの地区に居住した人物や著名人としては以下に挙げることができる。なお、が付けられた人物はこちらを出展とした。1974年に謎の失踪を遂げたジョン・ビンガムはローアーベルグレーブストリート46番地に居住していた。また、この地区は ウィンストン・チャーチルの父、ランドルフ・チャーチルや、俳優クリストファー・リーの生誕地でもある。ありがとうございます。